はい先生お願いしますはいよろしくお願いしますこれさ肩のパッシブリリースってさはいアップしたでしょはいこれがね結構伸びてんだよねあそうなんですね五百歳五百七十三あ本当だうんいつの間にかねこれ小林先生が出てるやつか。 こ,このねパッシブリリースがすごいいいんだよねうん、うん、方だけじゃなくてねはいで今日はねこのこの座骨神経痛、はい、用の症状痛ただこれが座骨神経だけではないんだよねうん,、うんうんうん、座骨神経周囲のファッションなんだよはいさでこのお話ね今日はねはい でパッシブリリースっていうのはどういうことかっていうと,、えー、と組織を多動的に伸長させた状態で実施するリリース主義と、うん、で対象組織としてはさこの肩の時は関節症でしょ、はい、その他人体ん腱筋末梢神経だから神経周りのファッシアにもすごくいいんだよね血管もいいじゃん血血管管ももいい血管もいいそうなんだ,よだけど結局狙いはファッシアなんだよね だからそれが大事なんだけどもで利点としては曲間を使まあ使ってもいいんだけどね、はいあのー、外来で神経周り曲間使っちゃうと痺しちゃうからね、はい、で使わなくてもできるから安全で,、うんうん、で即座にさ可動域が改善するからスタッキングファッシャーがどこにあるかっていうのが大体分かってくるんだよね。はい、で PT と連携して行うことが多いんでその後のリハビリが非常に効率的にできると、うんうんうん それから、患者さんの満足度が高いんだよね。はい、すぐエコを見せながら、すぐ改善可動域が改善するからね。はい。で、小林先生がこれ全体のね。全体像をまとめてくれて、はい、まあ、コンビネーションリリースっていう大きな括の中に、パッシブリリースがあると。はい。だから、組み合わせい般だよね。こういうの。そうですね。うん。だから、すごいね、この可能性のある治療法なんだよね。うん で、これも実はねここの本に書いてて、うんえー、パッシブルまあこ書いた時はねパッシブマニプレーションウィズハイドロリースって言ったんもうけども、はい、今はパッシブルリースって簡単に言ってるんだけどその中でタイトファッシャーサインっていうのが書いてあってこれはねどういうことかっていうとこれさ CHL の、はい、ファースト外線シーンで。はいで ここをねちょっと拡大してみるとこれはねちょっとつファシアがここ突っ張ってるような感じはい,、はい。今度タイトファシアサインっていうんだけどもうん、うん、で今日はこの座骨神経ねいっぱいだね。んだね。はい、でこう言い痛いと全部座骨神経痛っていうことになっちゃうんだけど。うんうん ファッシャー以上がかなり多いんだよね、はい、でこれをねこう引っ張りながらで患者さんがねこれ大事なんだけどどこが痛いとか突っ張らとか教えてくれるからそこをよく見るということでね、はい、まずさっきみたいにこう引っ張りながらこう神経根ね。でここを引っ張りながら。 こうんうんうん、うんうん、あとはもうちょっと下の方ねこうこの辺ねはい利条筋の裏だとかさあとこういうところで座骨神経のまあ癒着の起きやすい場所はこういうカーブしてるとこね座骨、はい、神経のまあこれ神経でも血管でもいいんだけど裏側がこう裏側が 特に癒着が起きやすいとでこのディープグルーティアルシンドームってんかでしょそれはまあこの辺なんだけどさこの辺のポイントねでこのまで「利条筋の」と「座骨神経の間ね」はい、これもこう引っ張りながらやるらうん,うん,、うん。スッと可動域がねよくなる場合が多いからであとこう引っ張ってると患者さんがこう突っ張るとか言ってくれるからね、はい あとは座骨神経とこの裏側の血管の間、はい、これアンテリオル、えー、ディビジョン・オブ・インターナルリアクアラティここの間だよね。さっきはさ座骨神経長軸に近かったんだけど短軸にして座骨、はい、神経の裏、うん、こういう拍動してるのが。はい さっきの血管、ね、こううね、ん、大体ね外側から行く場合が多いかなこっち側血管をね引っ掛けそうだから、はい、外側だね短軸で出しといてうん、うん、裏側ね血管よく確認して、はい、これも同じようなだけどさこう外側からこう行って この,辺の時はゆっくりねうん座骨、はい、神経の裏側に薬液を広げるとはいで今度はえともうちょっと下うん、うん、内閉鎖筋がこうでしょ、はい、これ座骨神経があってこの裏ねもうちょっとこういって少ししならせてこの座骨神経の裏側ね裏側この引くよね あとはもうちょっと下でさ大体方形筋と大電気の間にあるからさこれもパッシブでやるんねはいこの絵はパッシブでやってられるんだけど効、うん、きがね全然違うんだよもうびっくりするぐらい違うからあとこのここ大体この辺突っ張る人多い,いから、はい、これ二頭筋と。 大内転の間でこう血管が知ってるからさ、はい、今ロ肋骨ついて出てたでしょ<今>だその辺はリリース、うん、この辺も多いよねあとは膝の裏まあこう神経血管前とかあとここねハンター管の出口ねこれ,これはだから血管周囲の、うんうん、あパッシブリリースっていう形になるんだけどさこれねハンター管。はいこ えとこっからこう来てさ大内転筋の付着部が2つあるでしょその間を通って裏に行くからね、はい、出口のとこねこう,こういうとこねこういうとここういうとこだから血管周囲もパッシブやると非常にいいとあとね表層がいいんだよね表層表層のパッシブルリリース 表層シリーズやろうかいいですね表表シシリリーーズズすごいからね。意外な盲で今ほらの年までやったでしょで次回はこっから先ね裏側と横のそこも結構残る方はいいでしょこっちだけ残るとかさこっち残るとかこれもパッシビでやるとすごい効くから。で今週か今週ね これもうちょっと詳しくね今の話を、はい、でウェビナーでは実際患者さんにやってる動画とか出すから、はい、ぜひね興味のある方はね先生これ8時半ですよね8時半になったん、ねはい、そうそうそう8時半に変更になりましたはい、うん、分かりましたそうただこれねもう申し込まっちゃったんかなただアーカイブが出るから、はい、詳しく聞きたい方は JNS の会員になってもらうと もっとね実際の患者さんの動画いっぱい出すからねはいと、はい、いうことですはいありがとうございましたはいありがとうございます、はい